お前見えとるんか。なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの空の一壺で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。道島組のヤクザたちが兄をあんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなや。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命やない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一壺を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅうんか。お金なら払える。10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。誠、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。行くで。Thank you.
なんさ、気ぃつけや。二つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさい。いい人じゃない、ね。ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼けや。いい人です。私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。ごちそうさま。大阪にも負けてないね、カムロ町のたこ焼き。なあ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気なんや、お前。教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても、組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだ。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんない。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて、私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。ほな。もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたら。ごめんね。すぐ戻ってくるわ。ちょ、待っとけ。ちゃん、ああ、たこ焼きくれや。何言うとるんや、お前。さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね。何やと。その子もあんたの名前知らねえっつうから、たこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど、伝言の相手あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てって。そんだけ伝えたらあんたにはわかるって言ってたけど。明日5時屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてさ。さっさと持ってけ。ごちそうさん。
ごほっつき歩いとんねん、まこと。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組、うちの雇った鬼人会、てめえのおかげでさんざ下手うってな、仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって、いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな、丁重にお迎えしてやったよ。なんやと。あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや。 Damn! How many is about 10 of these dudes on the roof? Ladies and gentlemen, welcome back to Yakuza Zero Chapter 16 Proof of Love. We got one more chapter after this, guys, so be on the lookout for that voting poll. I got the Chinese broadsword out. I still got the calming towel on so I can use a weapon and forever and shit. Look how much damage this shit do. Maybe I should switch it up one time for the bitches. Get off me, boy. I'm getting jacked up over here. Oh, let me switch. I gotta take the calming towel off so I can raise my heat. Let's just remove that for a minute. Here we go. Oh my goodness. I was doing better with the broadsword. Here we go. Do a heat move one time. There you go. Try to get a double takedown. There we go. Brawler. Come on, break his jaw. He ain't doing it. That's all right. I'll just use the bat. Really? You won, dude? I got something for your ass. Oh my god! Pick up, what was this? That's a piece of a bat over there. Got his ass. Can't believe she set the boy up, man. I need answers! Thought she loved me, bruh. Onna wa doko ya? Sora... Hayo iye ya. Iwana hoka no mon ni kiku.
その前にお前には死んでもらうけどな。はよいや！六本木、セバスチャンビルの展望テラスだ。親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一つぼの件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただし、これまで空の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが空の一つをお譲りする条件です。誰か来るぞ。あ、一人か。誰だありゃ。まじま。渋沢組が始末したんじゃねえのか。まじま、止まれこれ。うっさいわボケ。お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやで。さっさとどかんかい、ボケが。Majima, he ain't got time to talk. Let's go ahead and put on. We gonna need our mad dog for this. We ain't got time to bullshit. Okay, you just gonna hit me with a kick to the mouth just to start the whole battle off. Can't keep up. Ooh. These guys, they got a lot of health. And there's a lot of them. We gonna be here for a minute. Ah! Finally got somebody down. Just got a couple left, man. I love that goddamn move. I feel like you got some invincibility frames and everything, bruh. Complete greatness. Your name is Uchida. Get your bitch ass out of here.
really? That one punch did all that? I'll be damned if I let somebody with my ass with a business suit on. You got me fucked up. Come on. By the way, those of you who don't like when I don't show my face during cutscenes, I only do that on certain games. Games that I've already played, games that are in other languages. That's when I do it. Cause I'm reading subtitles and I'm staring at the bottom of my goddamn monitor. She ain't dead, is she? Is she dead? I done seen too many people survive gunshots to the back, the chest, the hand. This is a lot. Yo, how many people is there? He mad. You know what? I'm about to switch styles. This shit is so excellent. I couldn't imagine playing this game without this fourth style. This shit is excellent. It's excellent. I'm trying to do a come on, man. We only killed 100 people with this style, or knocked out 100 people. No, I ain't playing with nobody, man. Hold up. I'm about to put the calming towel back on. We gonna switch styles real quick. Put the super spicy knife on. I don't know. How long does the burning last? That's what Usher said. Oh, damn! That's not funny. I'm sorry. This is that calming towel. Jeez, look at this. Keep in mind, guys, if you gonna play this shit, you gotta have a skill in the slugger tree. That makes it so that she don't lose no durability. And then you put the common towel on with it. And then you good. That's the big blur.
Hey, that assassin dude is the ugliest dude in the business, fam. He ugly as fuck. You gotta be good at killing. When you that ugly in the face, that's all you can do. You gotta have special skills when you ugly. Come on, big boy. Should we switch weapons? Hold on. First of all, let's take down this one dude right here. And then we gonna put on, I know y'all wanted to see me use the gun. The zap gun. What is this thing? おい、マコト、聞こえるか？しっかりせえ。おい、俺がわからんのか？返事せえや、マコト。ごめんなさい。マコト、私だけじゃね、何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください。堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに、言ったあの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。こんな子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカで世間知らずだから、殻の一壺があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった。
もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。真島、セロ、何があった？撃たれてる。すぐに運べ。この人を死なせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。マコト、声聞こえるか。死んだ、死ぬんやない。望みは俺が叶えとるから。せやから頼む。Okay, that is the end of chapter 16. The final chapter is coming. Playlist gang, we here. I'm gonna finish this game today. It's only 11 in the morning. And I'm going to have the whole series done. They carried her out like XXX Tentacion after he got his ass socked. that's not funny. It's fucked up. Guys, drop a like on the video for the last video or episode of Yakuza 0. And make sure you are around because I'm going to need y'all to vote on this poll, baby. Drop a like. Subscribe. Bye.